渡辺久し渡辺久しは日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。岐阜県出身。渡辺時矢の4、男として生まれる。陸軍幼年学校を経て、1895年2月陸軍主管学校を卒業。同年5月、不評少尉に任官し、この F 票第3連帯付となる。1902年11月。 陸軍大学校を卒業し、翌月、不評、第28連隊中隊長に就任。1903年11月、参謀本部出資となり、参謀本部員を経て、1904年10月、満州軍参謀として、日露戦争に出生。1905年6月、参謀本部員に就任し、同年9月、不評調査に昇進。1909年6月、 フランス駐在となり、1911年11月、フランス大使館付部官補佐官に発令され、同年12月、不評中佐に進級。1912年11月、不評第67連帯付となり、陸軍不評学校協会を経て、1915年8月、不評大佐に昇進し、不評学校教育部長に着任。1917年8月、 この f 不第一連隊長に転じ参謀本部課長を経て、1919年7月、陸軍少将に進級し、参謀本部付として欧州に出張し、平和条約実施委員を務めた。1920年8月、フランス大使館付部官に就任し、不評第23旅団長、不評学校長を歴任。1924年1月、 教育総監部本部長となり、同年2月、陸軍中将に進んだ。1926年7月、第19師団長に親保され、1929年8月、予備役編入となった。ありがとうございます。